飛べかけるスシローコラボ制配信、トゥービーンが30万人の視聴者を魅了。芸能事務所飛べ、トゥービーが滝沢秀明氏41を社長に迎え、新たな試みとして YouTube 公式チャンネルで、トゥービーン、と名打った生配信番組をスタートしました。 初回の生配信では、三宅県44、平野市洋26、神宮寺勇太26、岸優太28を含む所属タレント12人が集結し、熱いクロストークを展開。番組内での発表として、とべが回転寿司チェーン、スシローとのコラボを発表し、生配信中の視聴者数はなんと約30万人に達しました。 トベの新たな試み、ドゥービーンのスタート25日、トベは滝沢秀明氏を社長に用し、新しい YouTube 生配信番組、ドゥービーンをスタートさせました。この番組では、所属タレントたちがリラックスした雰囲気でクロストークを繰り広げ、視聴者との交流を深めることが狙いとされています。 豪華な初回配信に30万人の注目初回の生配信には、元 V6 の歌手で俳優の三宅健氏をはじめ、平野志陽氏、神宮寺雄太氏、岸雄太氏など飛部所属の豪華なタレント12人が参加しました。彼らは過去に一緒にハワイ旅行をしたエピソードを披露し、ファンには嬉しいサプライズとなりました。 トベとスシローのコラボ発表性配信の中で最も注目すべきアナウンスの一つは、トベが回転寿司チェーン、スシローとコラボすることを発表したことです。これにより、芸能事務所としては異例のコラボが実現し、視聴者からは驚きと興奮の声が上がりました。 スシローとトベのコラボに期待の声トベが発表したスシローとのコラボには視聴者から高い期待が寄せられています。両者の一色の組み合わせがどのようなエンターテイメントを生み出すのか多くのファンが興味津々で番組の進行を見守っています。生配信中の30万人の視聴者。 十便の初回生配信は驚異的な数字を叩き出し、約30万人もの視聴者が同時に番組を鑑賞しました。トベの YouTube チャンネルが瞬く間に注目を浴び、SNS 上では番組に対する様々な反応が広がっています。この数字は、トベの新しい試みが視聴者にどれだけ支持されているかを物語っています。 番組終盤のメッセージ番組の終盤には各出演者が今後の展望ややりたいことについて語りました。特に神宮寺勇太氏はファンとの直接の交流を望み、とにかく早くファンに会いたいです。トライブ開催を熱望しました。これは番組が単なる視聴者との一方的なコミュニケーションだけでなく、 ファンとのリアルなつながりを大切にしていく姿勢を示しています。トベの新たな試みである、10便は、豪華な出演者たちとのクロストーク、素人との一色のコラボ、そして30万人の視聴者数を記録するなど、注目すべき成功を収めました。芸能事務所としての枠を超え、新しいエンターテイメントの形を、 提示したこの試みは今後ますます注目を集めることでしょう。とべが掲げるファンとの直接的な交流やこと業種とのコラボに期待が高まり、今後の展開がますます楽しみです。